な眠そうだな。いろいろあったし疲れてんだろ。俺もそろそろ、いや、なんか妙に目が冴えてるな。今日だけでもいろいろあったし相当疲れてるはずだが、どうしてちっとも眠くならないんだ。少し風に当たるか。幼馴染のこと、確か風邪で学校を休んでたんだよね。なのにどうしてあの時アクロスタワーにいたの？何もできなかったんだ。あの時の僕には何も。なんだよこの夢は。休まないと明日に障りがあるわよ。ああ分かってるさ。夜って感じじゃねえから、なんとなく眠れなくってな。意外と繊細なのね。なんて言いつつ私も似たようなものだけど。そっか。パンドラ、最悪の箱か。つくづくとんでもない代物だぜ。見た感じ元のタワーの倍以上の高さになってるし、ヒイラギは今までここまでの事件を担当したことがあんのか？ううん、さすがに初めてね。正直若手の執行者には荷が重すぎる事件だわ。ってベテランだったらこんな事件も解決できるのかよ。まあさすがに簡単には難しいでしょうね。その意味では最後は経験や実力ではなく思いの強さが決め手になるのかもしれない。思いの強さか。ヒイラギは聞かないんだな。ええ、それはあなた自身が解決することでしょうから。まあ昼間リオンさんが手厳しく突っ込んでくれたし、本来なら事件を解決するためにあなたの無意識への強制スキャンをかけてもいいのだけど。お前が言うと全然冗談に聞こえないんだが。もちろん冗談よ。催眠や記憶操作といった表面上のレベルならともかく、人の心の奥底はその人にしか本当にはわからないものだから。それでもそのスキャンっての試した方がいいんじゃねえか。え、どうも俺はビビってるみたいだからな。自分の中にあるはずの答えを見つけるの。時坂君、バカか。俺はただの泣き言じゃねえか。どこまでヒイラギに甘えるつもりだ。
桜の散りかけだったかしら。私と時坂くんが本当の意味で出会ったのは。え？どんなに遠ざけてもしぶとく諦めず付きまとって、素人の仲間までノリでどんどん集めてきて、今までネメシスで培ってきたスタイルを完全に崩されて、あのガード下で出会ったのは正直失敗だったと思っていた。それはなんつうかすまん、悪気はなかったんだが。でも今はそれで良かったと思ってる。それまでの私は堅くなで、本当の意味で一人前とは言えなかった。だけどこの森宮の異変に関わって凝り固まった自分が一度ほどけて、そうして私は本当の意味で私として成長することができた。 XRC のみんなと時坂くん、あなたがいてくれたからよ。時坂くんの問題も同じ。それはあなた自身が解決することだわ。でもこれだけは忘れないで。私は、ううん、私たちはいつも見守っている。ソラちゃんに、篠宮くんも、美月さんに、高畑先輩、リオンさんに、トア先生も、そして伊吹くんに、小日向くんに、きっとしおりさんも、あなたがあなただけの答えを見つけるのを見守っているから。ヒイラギ、やっとわかったぜ。俺は目が冴えて眠れなかったんじゃねえ。このまま眠るのが、明日が来るのが怖かったんだ。明日が来ちまえば多分全てが明らかになる。それがどうしようもなく怖かったんだ。時坂くん。だが明けない夜なんてないんだよな。前に進むための勇気はみんなとお前がくれた。ありがとう柊。おかげで今夜はなんとか眠れそうだ。どういたしまして。時坂くん、明日は時坂くんか。知り合ってから3ヶ月、ちょっと他人行儀だったかしら。言われてみれば俺にしちゃ珍しいっつうか、なんなら今から下の名前で呼んでもいいか。ええ、私も同棲相手ならファーストネームで呼んでるし。そんじゃアスカ、これでいいか。ええ、コーク。あら別に呼び捨てで構わねえぜ。そうね、こう。ちょっと待って。まさか恥ずかしがってんのか。そうみたい。ステイツにいた頃はファーストネームで呼ぶのが当たり前だったけど、日本語で男の子相手だとその勝手が違うというか。ちょっと笑いすぎよ。さすがに反則っつうか。ま、
呼び方なんか今更どうだっていいだろう。俺も今まで通りにしとくか。ううん、せっかくだし呼び捨てでいいわ。その悪くない感じだし。え、なんでもない。全ては明日、頼りにしてるわ時坂くん。ああ、俺もだ、アスカ。改めて本日の作戦を確認させていただきます。アングレカム、高羽組、ブレイズは第一陣として先行する形でパンドラに接近。漆黒の天使たちの軍勢を左翼、右翼に引きつけてもらいます。そのまま第二陣としてオルデンの刻印騎士と国防軍イージス部隊が出撃。格好撃破を行っている隙に XRC メンバーを乗せた防弾車両が中央を強行突破します。そしてパンドラに突入して一気に元凶を食い止める。なるほど、兵法にもかなってやがるな、高羽組。承知したぜ。派手にやれそうだし、みなぎってくるじゃねえか。ブレイズも了解だ。ちなみに車両の運転は佐伯さんさんにお願いしています。結界術でも強化しますから、かなりの無茶も可能でしょう。ああ、必ずやお前たちを塔まで無事届けてみせる。イージス一同もどうか全力を尽くしてくれ。はっ。ゼロ号部隊の使命必ずや果たしてみせます。ジュン、傷の方はもういいのか。ああ、なんとかね。僕も出し惜しみはなしだ。刻印騎士としての全力をこの一戦に尽くすことを誓おう。おお、大した気合だな。さすがに期待せざるを得ないわね。ええ、元猟犬として私も負けられませんね、京華さん。よろしく頼む、京華君。森宮の、東京の、そして日本の攻防、この一戦にあり、各自よろしく奮闘を頼む。はぁ。そして XRC 諸君、本作戦の要は君たちにある。作戦開始まで英気を養い、万全の準備を整えてもらいたい。はい。この車で突入することになるとはな。何気に防弾だったんだね。一応特注品ですね。最高時速もかなり出ますし、強行突破にはもってこいかと。せめ
て運転くらいは手伝いたかったけど。とはね、無理すんなって。ここまで作戦立案を手伝っていただけただけでも本当に助かりました。各戦力の効果的な配置に数千通りの戦術シミュレーション、国防軍の参謀本部あたりに引き抜きたいくらいですよ。佐伯先生も冗談ばっかり。もう五郎先生、引き抜きなんてダメですよ。正体がバレても余裕なのは変わらないわね。五郎先生、改めてよろしく頼むっす。 XRC の副顧問として。今さらそんな肩書きをつけられるとは思わなかったが、了解だ。せいぜい最後まで活動に付き合わせてもらおう。作戦決行は正午。まだ時間的な余裕はあるわ。それまでに街を回って万全の準備を整えましょう。多分これが XRC として最後の自由行動になるだろう。悔いは残さないようにしようぜ。はい。まあラス弾突入前の最終タイミングってやつだね。どこかで最後の肩慣らしをしてもいいかもしれねえな。どうか気をつけて。私は XRC の物質で作戦の最終確認をしてるから。ああ、それでは行ってきます。交代しますね。
どれ。うん、この連動よく鍛えたの。ほんの心づけじゃ。受け取るがいい。ほれ、これはとっておきじゃぞ。ではまたの。シオさんの代わりにな。おう、あれ、やるな。私たちも参ります。状態って感じだね。ジュン、あそこまでだったのかよ。ええ、さすがは刻印騎士ね。高羽組やブレイズもなかなか踏ん張ってやがる。イージスと強化さんたちもうまく連携できていますね。ああ、そろそろ頃合いだろう。ちょっとあれ、側面からか。
じっちゃん、とわ姉に、りょうたも、千秋先輩に内部長、学園の皆さんまで。やれやれ、間に合ったようじゃの。顧問として最後にこのくらいはね。こっちもこの木刀が回ってきたんだな。こう、しおりちゃんを絶対に取り戻してこいよ。ああ、任せとけ。こちらも金物屋のご主人にコテを作ってもらったわ。ソラ、精一杯やってきなさい。はい。さあ、行くがよい。みんな、どうか無事に戻ってきて。はい。発進する。結界を展開します。結界もさすがに堅固なもんだ。うん、このまま行けば。出るじゃねえか。あんな戦闘ヘリどこに隠してたわけ。サモン項目がまた増えそうですが。だが助かったぜ。ああ、このまま行くぞ。終焉の魔剣コール
やりやがったか。さすが塩さんたちだぜ。お嬢様、皆さんもお気をつけて。こう、君たちに主のご加護を。こう、やったか。みんな、どうか無事で。こう、我が孫よ、すべてを受け止め前へと進むのじゃ。世界だね。最悪の箱、パンドラ。とりあえずたどり着けたか。でも最後のアスカのあれすごかったね。肉体そのものに刻まれるというネメシスの魔導術式。聞いていた以上でしたね。しかし体の方は大丈夫なのかよ。それは大丈夫。今まで貯めてきた貯金を一気に使い果たしてしまったけど。よくわからねえが、大丈夫なら何より。こう、ちゃん、しおり。嘘だ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 。調子でも悪いのか。いや、大丈夫っす。四つの回廊か。森宮基地の要塞と似たような仕掛けらしいな。ええ、手分けして進む必要があるでしょう。この箱の採用に潜む真実にたどり着くためには。分かった。もう言葉はいらねえ。これが俺たちの正真正銘最後の活動だ。各自4チームに分かれて気合を入れていくとしようぜ。あ、
これが本当に最後。前だけを向いて進みましょう。まあ、とにかくやるだけかな。